ジョン・ラター・ジョン・ミルフォード・ラターは、イギリスの作曲家、編曲家、指揮者、主に合唱の分野で活躍している。日本語では、ラッターとも表記される。作品の多くは、オックスフォード大学出版局から刊行されている。ロンドン生まれ、ハイゲート校に入学し、聖火隊員として、ブリテン、戦争レクイエムの最初の録音などに参加した。 ハイゲート校での同級生には、ジョン・タブナーやハワード・シェリーらがいる。その後、ケンブリッジ大学のクレア・カレッジで音楽を学ぶ。在学中から、既成のクリスマス・キャロルを編曲するとともに、自ら作詞、作曲した新作キャロルを発表する。卒業後、1975年から、同カレッジの音楽家主任を務め、合唱団の指導に当たった。1979年、 作曲活動に専念するためカレッジを辞し、1981年には教え子を中心としたプロの合唱団、ケンブリッジシンガーズを結成。1984年には専用レーベルのコレキュームレコードを設立、自作を含めた合唱曲を多数録音している。1980年、プリンストンのウェストミンスター合唱大学の名誉フェローに就任。 1985年から1992年にかけて慢性疲労症候群に罹患。この影響によって締め切りを守ることが保障できなくなったため、1985年から移植による作曲をストップした。1988年、教会音楽家連盟のフェローに就任。1996年、教会音楽への貢献を認められ、カンタベリー大主教から、 ガンベス音楽博士号を授与された。合唱音楽を中心に作曲をしており、キャロルやアンセムのほか、グローリアやレクイエブなど、天礼文に付曲したミサ曲の作曲も行っている。日本においては、1980年代後半に作品が歌われ始め、1990年代にケンブリッジシンガーズの CD が多数輸入されるようになると、広く演奏されるようになった。また、 法令作曲、レクイエムの法程を行い、1984年2 8 9 3年版が出版された。これは、オーケストラの編成が、それまで一般的に演奏されてきたものより小規模な第2版で、作曲者の意向を反映したものとされている。その後、第2版を再現する試みがいくつかなされているが、ラターの1893年版はその講師となった。 合唱と還元楽アンセムクリスマス、キャロルクリスマスキャロルその他の宗教曲、ありがとうございます。